はい、皆さんこんにちは、ラピ TV です。本日もエトナ火山のライブカメラで見つけた UFO、 今日も大型 UFO を見つけました。衝撃の大スクープとなります。昨日に続いてエトナ火山に現れた大型 UFO、 こちらを今から見ていきたいと思います。まず写真の方からです。昨日のライブカメラは北側でしたが、今度は南側からこのエトナ火山を見たところで写ったものです。では写真からどうぞ。はい、こちらが衝撃の UFO となります。わずかライブカメラの中の一コマにしか写り込まない高速で飛行しております。それをスローでねお見せすることができると思いますので、最後まで見てください。これがその大型の丸い赤みを帯びた UFO だということです。これが下ですね、何か着陸ギアか白い窓みたいなものが見えております。明らかにこれは虫とか鳥とかの見間違いではないということが証明されます。高速で飛行するわずかライブカメラの中に一コマしか映らない驚愕の UFO を今日見事に発見しました。これはスクープです。私が見つけたものです。これは誰もまだ世界の YouTuber さんは気がついておりません。かなり細かくコマ送りしないと一コマにしか現れませんので、これはかなり難しいと思いますが、皆さんもね根気よくやると見つけることができます。それでは次の映像です、どうぞ。はい、これがその一コマに現れたところで止めた写真です。その一コマを皆さん見つけきればこういうふうにはっきりと見ることができます。だいたいですね時間が44秒ある中、47秒のタイムラプス動画の中のだいたい27秒後に現れます。27秒でも全般の方に現れますので、まあスライドバーで停止しといて送ったり先にやったりするとこの位置偶然カチッときますんでね、根気よく27秒あたりを前後させてみてください。こういった画像のところで止めると見事に一瞬コマの中に映り込みます。そしてこれです。でこの映像は下のウェブカメラのこのねリンク貼っときます。スカイラインウェーブカムというところのリンクのカメラとなります。世界中の、まあ、ライブ配信映像が見れるといったところのサイトになります。これが超拡大した画像となります。ここ白いですよね。これが推進用の着陸ギアというか特殊なものを出しているものなのか、それとも窓でしょうか。こんな感じの何か、まあお椀型といいますかね、お椀を逆にしたような形の UFO ということになります。今回大発見で見つけました。ちょっと引いた方がねよく見えますよね。ここの部分白いですよね。何でしょうか、着陸ギアか、それとも窓なのか、それともこういった光が出る場所なのでしょうか。これが山の尾根の部分ですね。エトナ火山、イタリアにあるエトナ火山の前を通過する UFO です。昨日見せた UFO とはちょっと若干形が違うように見えるんで同じものではないような気がします。昨日のは銀色に光ってました。こちらはちょっとなんて言いますかね、ワインレッドの色をしてます。そしてこれ、そしてこれとなります。ぜひ皆さんもこの今日まだ見れますんでね、1日明日になるともう明日の映像に変わりますので、今日中だったらまだこれが見れると思いますので、ぜひ見たい方は自分の目で確かめてみてください。その下にリンクは貼っときます。概要欄ですね。そして皆さんコメントをいつものようによろしくお願いします。
それではスローでお見せしたいと思います。4回流せますんでね、ぜひ見てください。スローでこんな感じで見えます。スタートします。これがタイムラプスの映像を撮ったものです。いいですか。この辺に現れます。はい、今現れました。1回目、この辺見ててください。2回目、3回目、4回目。はい、こういう風に現れますので、ぜひ見てみてください。若干これ速度を落としております。いいですか。巻き戻すとこんな感じで見えます。この位置いいですね。この位置が約27秒後のところに出ます。これ47秒の映像ですね。その中の27秒目に現れますので、止めてこういう風に前後に送れば見つかると思います。ぜひこのスローで再生した様子もう一度お見せしてお別れします。そして最後に解説しながらお別れしたいと思います。ではどうぞ。1回目、2回目、3回目、一瞬ですよね、1コマ。はい、こういった感じになります。これが今日見つけた UFO ということになります。それでは最後にね、最初に流した動画見ながら、まあ、説明して終わりたいと思います。はい、これが2022年2月25日のエトナ火山の南側から撮った映像に映り込んだ UFO となります。昨日は北側からでした。この周りにはかなりね、UFO がたくさん目撃されておりますので、毎日皆さんこのライブカメラ見つけてね、コマ送りすると見つけることができます。 UFO に興味ある方はぜひ発見できますので見てみてください。ではスタートです。これが今日見つけた、まあ、大きな UFO ですね。昨日のは小さかったんですけど、今回はでかいんでね、はっきり見えますね。何かオタマジャクシみたいな感じもしております。後ろに何か尾を引いてるのか、変わった形の UFO。 私もちょっとこういった方は珍しいですよね。後ろの部分、オタマジャクシみたいに何か尾が出ている部分は珍しいと思います。皆さんのコメントをお待ちしております。何これです。今日はスカイラインウェブカムサイトより、イタリアのエトナ火山南側から撮った映像に映り込んだ大型 UFO をお送りしました。ぜひ皆さんも見てください。毎日見つけることができますので、私もまたずっと続けて見つけ次第また投稿していきたいと思います。ではまたです。さようなら。コメントたくさんのご意見お待ちしております。ラピ TV でした。